あげることはできないです。ちょっと温度差があって私たちは触れるのってなったから二人がもらえないの。なんでもらわれへん。いやいやいや、それはダメじゃないんですよ。あの子たちが一生懸命頑張ってもらったキューブを我々がこんな簡単にもらっちゃいけないんですよ。それはそれはくれへんの。くれへんの。くれへんの。くれたらええやん。そんなんじゃないから。これあれをもらいたい子がどれだけいたか。一万人ももらいたかったんですよ。じゃあ皆さんね、もうガチでクイズ答えていきたいと思います。はい、20で最近流行っていることは何でしょう。あ、でもずっと見てたら分かるかもな。あ、原田さん、あの、はい、今韓国にいらっしゃるじゃないですか皆さん。はい、カジノ。嫌やろ。ここまで頑張って急に。違います。違うか。違うやろ。そもっと可愛いことじゃないの。はい、ただこれちょっと幅広すぎるので今アルファベットヒントいきましょうか。え、第5ヒント。第5のアルファベットヒント、うん、KPP。 えキャリーパミパミ。キャリーパミパミ。丸山さん、え、私いいんですか。はい、キャリーパミパミさんにハマってる。違います。いや、いや、なんで譲ったんですか。ちゃんと手上げて、ちゃんと手上げて。春田さん、はい、KPP ですよね。はい、韓国のパチンコパチスロ。なんでギャンブル言ってんばりやろ。変やろ。韓国関係ある、はい、あ、はい、もっと、はい、あ、高橋さん、クッパパーティー。あ、でも近い。そういうテイストは OK。 クッパ、あの食べ物系。あ、食べ物。クッパじゃなくて、あ、クッパじゃなくて、キムチや、キムチや。いや、あのほらちょっとこうご飯系巻く感じの。はい、県内で最近流行っていることは何でしょう。正解は、私たちは最近キンパという韓国の海苔巻きを作って食べて、一緒にキンパパーティーをすることにハマっています。最悪だ。うわ、正解。マジかよ。来週は世界レベルのお嬢様猫ちゃんとの超セレブ生活。行きます。